どうも、ウエストランド井口です。今日も楽しく勉強していきましょう。はい。今日僕がみんなに教えるテーマは、YouTube について。え ?YouTube についてっていうことは、YouTube の動画の上げ方とか、再生数が増えるやり方、そういうのを教えてくれるってこと全然興味ないんだけどって、焦っちゃってるよね。うん。焦りすぎて、ヒカキンの動画、 最初に上がった動画から全部見直してるとこ申し訳ないんだけど、一回落ち着いて。うん。一回落ち着いて聞いてほしい。すごい数あるから、ヒカキンの動画。大変。うん。興味持ったのだけ見てそこは。うん。全部一気に見るの大変だから、すごく時間かかる。それに、何よりよ。じゃあここで、ねえ。 再生数のの稼ぎ方を教えますっっててうなならこ <laughs> ここでやれってことなの、うん、<laughs> 見てこの再生数。わかるよねうん。この辺出てんのかな見てほら。うん。やってないよねやってたらこんなことになってないっていうのあるし。あ <laughs>、まあ中にあるよ。うん。え、本当に再生数稼げてるかなっていう人のコンサルみたいなのもあるんだけど、それはさておき。うん。稼ぎ方あるなら <laughs> えこんなことにならないじゃん。うん。それぞれ。それそれぞれじゃん。うん。よくない <laughs> ほら。そういうことでしょだから違うって。 考えて欲しいじゃあ何なのと。YouTube について教えるって何を教えてくれるのってことなんだけど、うん。まあ今日も短いよ。短い。すぐ終わる。必ず同じ時間だけ授業しなきゃいけないっていうことじゃないの。以前も言ったと思うけど、それ待ち待ちでいいの。全部が全部同じ時間で授業しようとするから変なことになるの。薄いことも同じ時間、濃いことも同じ時間。それじゃ無理じゃない。うん。そこは臨機応変に行こう。今回短い。 何が言いたいか。YouTube のコメント欄よ。うん。みんなももう分かってるかなコメント欄が移動したよね。<laughs> 今まで下にね、あったのが、なんかこの中段ぐらいに来てんの。スマホとかで見てる場合特にそうだと思うんだけど、コメント欄が移動したの。いらないよね。その変化いらない。うん。嬉しくないの。全然嬉しくないの。何が嬉しくないか。そこを言ってく。 そこまで。なんか変わった、やだな、なんかやだな、だけじゃね、さすがに納得いかないでしょ。それじゃダメなの。もうちょっと考えて。何が嫌か。コメント欄、移動したんだけど、なんか、スマホでじゃあ見た場合よ。スマホで見た場合、真ん中くらいにあるの。今までは下にスクロールしてってスクロールしてったらコメントがあったのが、今真ん中くらいにあるの。コメント欄、ここですよ、みたいなのが、表示されてるの。うん。一番下に行くとコメント移動しました、みたいなの,のかな。で、ここですよっていうのあるの。 基本そこを押すとコメントが出てくるんだけど、なんだかわかんないけど、最初のコメントが見えてるときあんの。なんだかわかんないんだよ。なんだかわかんないんだけど、出てるときあるの。コメントが。一番上、コメント欄の一番上のやつ、おそらくそうなんだろうね。それがなんだかわかんないけど、見えちゃってるの。うん。<laughs> そのコメント、書く人悪くないよ。隠して悪くないんだけど、内容によっては、ネタバレしちゃってんの。<laughs> 見たくなないいじゃない動画の内容によってはコメントなんネタバレしないように見て全部見てあとどんなコメントがついてるのかなって見たいじゃない出ちゃってんだもんなんでかわかんないよいやー最後の「大どんでん返しに感動したな」とかもっと深く「こうこうこういうことが起きた」って書いてる人いるじゃないそこが良かったとかうんその人に罪はないその人にはねその人は悪くない まあ、ネタバレ禁止のコメントしないでくださいっていうのがあるならダメだけど、そうじゃなきゃ自由じゃない見た感想は。そのコメントをいつ見るか、そこじゃん。うん。その人は悪くないはずなんだけど、それがなぜか見えちゃってんの。じゃあスマホの画面、こうあるじゃないうん。ここで画面ね。まあ横にしてみりゃいいとかあるかもしれないけど、ここに画面があって、ここにコメントがあって、モ出ちゃってんの、最後。うん。大逆転起きましたって書いてあんの。大逆転の大ドン、デン返しに感動しました。出ちゃってるじゃない。見えちゃってるじゃない。 何のために移動してんのってこと。うん。これ嫌だよね。本当に嫌なの。どういう変化なのまあね、アップデートがどうこうみたいな話、まあ、以前したかもしんないけど、結構最たるもんかもしんない。で、こっからよ。これで終わりと思ったでしょ。違うの。こっからなの。こっから考えなきゃいけないってこと。考えるのを止めないようにしようっていう話。 最近何にも考えなくなっちゃったという人多いの。うん。それについてはまた今後言うんだけど、うん。コメント欄が移動しました。ムカつくな。だけじゃもう全然ダメ。じゃあ何がムカつくのか。まあ、さっき言ったね。えー、ネタバレするようになってる。これが嫌だな。っていうとこ。そしてさらに考えて、じゃあ何か理由があるんじゃないかっていうとこまで考えてほしいの。一応。さすがに意味なく変わってるわけじゃないぞ。何か理由はあるんじゃないかっていうとこ考えてほしいの。で、考えた上で、 いや、理由がどうあれうぜえな。ってなるべきなの。うん、怒りは同じなんだよ、最初と。最初と怒りは同じなんだけど、一回考えた、考えた先で起ころう。うん。結局どういうことか。うん、いや、理由あるんだろうけど、届いてないから。<laughs> 届いてないから意味ないよ。っていうとこまで行こう。そっから起ころ。何でもかんでも起こるんじゃないの。まず、うん、腹立つよ。同じレベルで腹立つんだけど、何か理由あるんじゃないかっていうとこ一回考えるの。 いやでも理由あったとて、届いてないんだからそんなの知らねえよ。その理由が何のこっちのプラスになってないよ。っていうとこまで行ったところで起ころ。そういうこと。うん。考えることをやめちゃってることに関してはまた別件で言うけども、まあ、今回ね、うん。こういうことよくあるじゃない。こういう変化しました。なんだ使いづらくなったなどういうことだよ。って言うと、いや実はこう,こう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 いう理由があります。みたいなことってあるじゃない。<laughs> でも、ね。 いやいやいや届いてないよこっちが調べて勉強した上で納得しなきゃいけないわけ届いてない届いてない一つも届いてないよってことなのそれじゃ意味ないの届かなかったら意味ないよっていうこととそこまで考えた末起ころうよっていうことねうんこういうことここ大事なポイント全然違うからやみくもにすぐこうファーストインパクトで何でこれ っって言っちゃうのと、うん、まあまあまあそうかそうかそうだけど、なんだこれっていう、同じなんで、そのなんだこれはね。でもそこまでは行こうよっていう話。と、本当になんで <laughs> うんこれに対して本当になんでコメントなんどうしちゃったのやめてほしいんだけど。<laughs> 普通にやめてほしいんだけど、どうしちゃったんでしょうかうんなんか理由があったとしても、うん嫌です。理由あっても嫌です。届いてもないしまず。うんちょっとは調べたよまあそのぐらい浅いとこにはなかった。うん いやそれあるんだろうそのん,ななんかアップデートをどうこうしないでこう戻してとか <laughs> そんなことしなきゃいけないのうんそういうことじゃないでしょってことそういうことなの。でじゃあ今日話したちょっとねあの横道にもそれたりしたんでもしかしたらねわかんなくなっちゃった人いるかもしれないから当然ね100回200回を繰り返し見てほしいんだけどこの考えじゃあ全世界の共通認識なんですねっていうとこ。 YouTube の公式で発表してるんですかっていうことなの発表してないそりゃそううん意味不明じゃんじゃあやめろよってことになっちゃうしねじゃあかといって他のところで発表されてんの学会で発表されてんの違うのうん国の方針とかでも何でもない一個人の見解なの一個人の見解じゃあこの一個人の見解誰の見解なの でしょうはい、今日の授業はここまでまた次の授業でお会いしましょうさようなら。